岸田内閣支持率、不支持 95.7%。 日経 CNBC 調べ、ガネットで話題。内容はこちら。日経 CNBC 調べの岸田内閣支持率が話題のようです。では DJ カズさんのツイートより内容を見てみましょう。 DJ カズ受ける。岸田内閣支持率、日経 CNBC 調べ、不支持 3%、 不支持 95.7%、 わからない、どちらでもない 1.3%。 これが本当の支持率のような気がします。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。これは信用できる。普通に考えてこれくらいが普通だよね。珍しく改ざんしてないデータかな。やっと本当の数字が出たか笑い。四捨五入して100でお願いします。結構多くの人が本当の数字だと言っているようですね。次はこちら。消費税率より少ない、お見事です。支持がまだ 3% もあるのが不思議。支持 3%、 激ヤバですね。次はこちら。経済ガチ勢へのアンケートだから残念でもないし当然なんですが、これが経済、将来、そんなん知るか。まあ高齢者様がメイン層であるテレビや新聞のアンケートだと余裕で 60% 超えなんですよね。白目。日経だとこうなりますよね。わらわらわら。これ3ヶ月前、今やったら 99.5% いくんじゃね。テレビや新聞のアンケートでは今も 50% 超えの支持率のようですね。最後はこちら。妥当な数字だと思います。キッシー、あ、ふみきゅんでしたね。くっこ笑い。岸田さんって何かやった？スタンディングオベーションくらい？ワイプの人も大笑いですね。正しい調査でしょう。くっこ笑い。これが現実。岸田首相、多くの国民の声、聞こえてますか？結論。岸田内閣が発足し、物価は上昇、電気、ガス、雇用保険料、火災保険料は値上げ、年金は減額、外国人留学生と赤坂議員宿舎は優遇。そんな岸田ショックに多くの国民が怒りの声を上げています。しかしマスコミが報じる岸田内閣の支持率はなぜか高い。どう考えても今回の日経 CNBC 調べの岸田内閣支持率が本当の数字だと思うのですが。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。